は寝起きがいいですね。寝起きじゃないよ。うん。動画撮ってるの。うん。今日だよってから。おはようございます。おはよう。今日はリビングで寝たいということで、私一日敷布団ないんで、布団を何枚も重ねて。いつもは違う。すごいね、見た目すごい、すごい汚い家になる。キティちゃん。ん？邪魔った。邪魔った。はい、ということでね、朝ごはんです。今回は、今回はパンです。ね、昨日ドンキに行ったので、でね、ドンキに行った次の日はパンです。安いから。リミちゃんはクリームパンで、しょうちゃんはメロンパン、あとチーズと、なんていうの、ヤクルト、ヤクルト、もどき、そう、ヤクルトもどきっていうの。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。はい、でもね、しーちゃんにね、黄色かね、ピンクかね、水色ね、迷ってたの、だからリミに聞かれて、どっちがいいって言われてね、水、しーちゃん一応ピンクだから水色にしたらって言って水色にしたというか、これ一回も使ってこれない。だから冬に絶対使ってね。そうだね。はい、というわけで今日はもう夏休み、あと2日、もう今日が8月の31日、はい、で、リミちゃんはまだ宿題をやってます。はい、しかもまだ計算ドリル36ページまでやらなきゃいけないのに、36よね、22ページ、まだ22までしか終わってません。本当にやばいです。しかもあとトウモロコシの観察もやってないし、一行日記も約1ヶ月分やってないと、絶対絶命ですね、これは。そうだよ、余裕なのですね、でもね、なぜか余裕というね、この絶対絶命なのね。終わりますかね。終わりよ。ねえ、何色がいいと思う？目立つ赤、赤が可愛いから、たまには良くない赤。しほちゃんはね、明日ダンスの発表会があるので、なんかマニキュア塗るそうです、はい、自分で頑張るそうです。すごいね、自分で塗るのね。うん、この前自分で塗って失敗したんですよ。リベンジで頑張ります。で、今日しーちゃんもう嫌だな。だって何回も塗っても乾かないし、失敗するしさ。ねえ、ドライヤーでやったら、ドライヤーでやるか、あの挟むやつ買ったでしょ、あ、でも5本しかないんだよね、それ。そう、これなんか100均で今便利グッズとして売られてる、なんかこうね、つかない、そうそうそう、こうやってやるやつ。めっちゃ汚いんだけど、見て、ほら、周りめっちゃ汚い。これでやるわ。やだ、自分でリベンジ。これでキッ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 ってやった。ママがやった方がいいんじゃない、リミシーちゃん。ママがやった方が絶対綺麗だね。一人でやってみんな、うん、やってみる、できなかったらもう本当ママ、明日、明日待ってついちゃった。最悪、一回避けたの。すごいね、ラメとか。もう23行くよ、23ページ、もうじゃんじゃん行ってください。リミちゃんの方はもう本当崖っぷちなんで。そうですね、リミちゃん、よいしょ。はい、じゃあちょっとね、頑張りましょう。ちなみにこちらも100均、うん、これめっちゃいいの。あ、それね、指突っ込んでやって、そう、こうするともうネイル取れる、うん、そうそうそう、いいよね。これね、なくなってもまた買わるんだよ、買わないよ、化粧水、化粧水じゃなくて除光液をその中に染み込ませればいいんだよ。乾いちゃったら、乾いちゃったらね。リミ、化粧水じゃないよ。化粧水とか。ひーちゃん、できた？お指を見せてください。
まあね、5本しかね、5本、5個しかないから、そうだね、片っぽずつやってるから、こっちはまだ塗ってないんだけど。なんで10個買わなかったんだろうね。ね、なんで5個しか買わなかったんだろう。それが疑問。疑問だね。今度また買いに行こう。10個入ってると思ったんじゃない、うん、そうかな、思ったのかな、10個入ってるって。ね、でも5個あったの、1、2、3、4、5個入りだったんでしょ。うん、あ、2個買わなきゃいけなかったんだね。そうだね、あの間違えちゃったみたい。リミ頑張って、宿題。ママが話しかけるとみんなに怒られるんだよね。ママが話しかけるとリミの宿題が進まないじゃんって絶対言われる。うん、もう喋んないからリミさん集中して、集中して。じゃあもう一旦切ります。はい、え、どうしよう、どうしよう、どうしよう、集中、集中、おいしゅうちゅうちゅうちゅう、え、どうしよう、この辺ちょっと、しょうちゃん順調ですか。はい、ちょっと難しい、次いくよ、どうしよう、おすごい、ね、いいんじゃない、シンプルで、これ、あのさ、これやったやつだ、うん、前、うん、あ、やり取れちゃった。リミちゃんは25ページまで進めましてね、やっと、うん、やっと、やっとですね。今日の動画つまんないね。ね。ひたすらリミが勉強してるだけの動画になりそう。ね。ルーティーンなのにね。ルーティーンにしようとしてるけどさ、もう多分リミ日焼けしたよ。どうでもいいですね。ルーティーンにしようとしたけどさ、夏休みもあと今日8月31日、8月の最後の日なんだけど、うん、ルーティーンにしようとしたんだけど、どうしよう、ボツかなこれ。だってリミちゃんひたすら多分この先もずっと宿題をやる絵面だよね、きっとね。そうだよ。いや、出かけたい。え？出かけたい。だからほら、お友達の発表会に行くのに3時ぐらいには出ないといけないから。まあでも12時。あ、ご飯、お昼ご飯も。お昼ご飯もあるし。やばい、ほんとリミちゃんやばい。大丈夫かな。明日はしょうちゃんの発表会だしね。うん。と徹夜してやるしかないね。見てください、見てください、できました。ピントが合わないんだけど、ピント合わないんだな。どうです、これめっちゃ汚いでしょ。ママの方が綺麗、めっちゃ私の方汚い、ほらほら、私の、私が塗った方めっちゃ汚いけど、ママの方はめっちゃ綺麗ね、すごいね。じゃあご飯食べます。やばい、日差しがね、出てきたね。お昼ご飯、はい、お昼ご飯です。といってもなんか朝ご飯みたいなメニューだけどね。キロがちょっとリミを見つめてくる、ね、ほんとだ。納豆で食べましょう。しょうちゃんはこれおすすめ、うん、なんで、そう、え、なんでこれがおすすめ、おいしいの、おいしいし、万円のバンビ君がおすすめってた。単純。レイちゃんこっちが好きなんだよね、この透明の豆。シャー、ね、はい、じゃあ今日は納豆ご飯食べましょう。でもね、個人的にしよう、納豆っていう分類は好きだから。そうだね、納豆なら何でも好きだけど ね、 これは豆腐好きだよ。でもね、それね、からしがないのが嫌だ。うん、わかる、からしないないから、ね、いや、箸忘れちゃった、箸持ってくる。はい、じゃあお昼といえども、まあこれもからしないんだけどね、今日はね、朝ごはんみたいなお昼で、はい、まあ家にいるときは簡単にね。そう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 、そんな感じ。じゃあちょっとケチャップとかドレッシングとか持ってきます。リミちゃんね、やっと何デシリットル、32ページですね、今。あともうちょっと、やっと終わりが見えてきたかな、ちょっと。36だよね、うん、4ページ、あと4ページ頑張れ。もうちょっと、もうちょっと、33いく、うん、33いく、33きた、で、コロンが、シロンはどこ行っちゃった？シロン寝ちゃってるの？寝てるよ。シコちゃんはお化粧ですか？化粧水で。今日の朝何の忘れちゃったから、もうお昼過ぎだけど、今気づきました。でもニキャできたの？行きました。ね、でかい、見て、ハトもいい、うん、なんとかなんとか、そう、ドンキでね、買ったんだよね、でっかいやつ、うん、そう、でっかいよ。どうして君たちは喧嘩してるのかな。なんかいっぱいなんか歯が強くなっ
チランチランでーチチランチランついろな怒ってんな。違うよ。ブラシですか？チラン。チランすぐ嫌がっちゃう。チロンの髪は毛が絡まりやすいんだよね。耳超絡まる。うん、見てて、さっきシロン可愛かった。なんで？あのね、こうやってリミが抱っこして、うん、こうやってね、うん、投げてる時にね、うん、く丸くしてやったの、うん、そしたらシロンが見てて、うん、シロン顔ね、うん、チュン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 って真似したんだよ。そう、友達のバレエの発表会に来ました。はい、はい、リミはおまけですけど。今から行きたいと思います。はい、良かったね。めっちゃ疲れた。はい、はい、ということでね、あの友達のバレエ見に行ってきまして、今何時だろう、5時過ぎかな。5時過ぎ。ちょっとね、3部はちょっとね、7時までということでね、時間もあるからね。ちょっとそれはね、残念ながら見れないんですけど、用事があって。ネイチブルの続ける？続けない。ちょっと用事があるので、はい、っていうか、しごちゃん明日発表会なんですよね。いやまだ宿題終わってない。いるよ、チロン。え、はぁ、チロンかわいいね。ん、チロンかわいい、かわいいね。オレオはチョコだからダメだよ。チロン呼んでるよ、もう一人。もう一人が呼んでるよ、チロン。チロンは優しいな。ちゃんとリミのとこにも行ってあげるの。チロン優しいよね。チロンはね、おバカなんだけど、呼んだら絶対にね、来てくれるよね。そう。コロンはダメなの。コロンはね、あんま来ないんだけど。翌日ビビる。来るときあるよ。でもなんかね、ふと気づくと隣にポツって座ってるよね。それが可愛いんだよ、このね。そうそうそう、気づくと座ってるね。宿題しないと。そうだよ。あと、今34の途中？34の途中。あともうちょっとじゃん、2ページ。はい、ちょっと今ね、あの、しーちゃんのお友達の、発表会に行って、その帰りに、コンビニとか、うん、あの、ちょっと島村でね、ちょっと買わなきゃいけないものがあったりとかで、ちょっと寄り道して帰ってきて、今の時刻はもう6時過ぎちゃいました。ということで、ちょっと一息つきましょう。ずっとね、今日はちょっと歩きで、うん、疲れた。疲れましたね。3時だけど、リミは休みはしないんだよ。ちょっとリミちゃんは、でもほら、これチョコアンパン買わされました。買わされました。島村ってなんかレジのところにさ、お菓子置いてあるよね、うん、あら、もう子供が見たら、あ、これいいってなるよね、うん、うまくできてます。オレオで、しほちゃんがもちろん、でもしほちゃんはね、いいよって言ってね、遠慮してね、最初いらないよって言ってたんだけど、ママがいいよって言ってね、買いなって言ったらね、うん、いいのって言って遠慮がちね、うん、しほちゃんはそういうとこ遠慮するんだけどね、この子はもう、うん、いいよって言ったら2個でも3個でも買いそうな勢いですからね。ねえ、りんちゃん。リミやめる。ほんと？録音されてるよ、今。島村行った時、レジのところで言わないんだね、じゃあ。言う。言うの、また言うんじゃん。はい、ね、怒られるのよ。うん、じゃあとりあえずちょっとね、休憩しましょう。ママもちょっと休憩します。リミもしたい。んだ、リミちょっと休憩したら宿題やらなきゃダメだよ。はい、はい、リミちゃん、なんと終わりました。はい、ドリルがてんてんてん。
とりあえずドリルは終わった感じね。ママ丸つけお願い。まだママの丸つけもやらなきゃいけないじゃん。そうだよ。はーい。あ、何をしてるんですか。YouTube 見れます。みなみちゃんみたい。みなみちゃん。最近のメルプチのメンバーとかめっちゃ好きで、あとバンユンね、やっぱり最近メルプチ大好きだね。そうそう、見てます。友達もみんな見てます。コロンどうした。メル TV とか見てる人いる。あ、メル TV とかね。メルなにどつだらんどんたんディダルレッチンどのどどれ。急にご機嫌になりましたね、スクワワって。で、一行日記とかいつやるの。明日空いてる。明日空いてないよ、発表会。夜は。夜は空いてるかな。何に書いてくるの。わかんない。じゃあ夜しようかな。夜するのね、うん、バイバイ。早速ダラダラ生活始まりましたね。ミミさん早速ダラダラね。ママやっていい。うんうん。リホちゃん何を作るの。タピオカ。タピオカ。ちょっとキッチン汚いんですけど、はい、今日は餃子です。で、タピオカを作ります。はい、これね、これこれ、スーパーで買ったやつよね。そう、ミルクティー。これはね、ひょうちゃんが作ってくれる。こんな感じな感じ。ママの自分を作ってくれるでしょ。うん、作ってあげる、うん、ストローがついてるの、これすごくない。ストローだよ。いいね。ママ入れる。うん、レンジでやってもできるので、ね、うん、氷と牛乳があるとね。うん、オッケー。あと卵かき混ぜて。あ、そう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 。お手伝いをね、今日はいっぱいしてもらってもらいます。はい。あとね、うん、お風呂も洗ってくれたし、うん、白子のご飯も食べたね。あと洋服を取り込んだ。あ、そう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 、洗濯ね。まあでもとりあえず分野のがほとんど。まあ、明日のダンスのさ、洋服を、そうそうそう、きれいに洗ったの。オッケー。何味。ミルクティー。はい、できました。タピオカ。はい、ここがね、ラピュタの歌。いただきます。どうでしょう。うん、うん、うん、コロン、コロンもタピりたいのか。タピリコロンもタピリたいのか、タピタピしたいのか。タピタピ、めっちゃ美味しい。美味しい。いいね、これね。うん、ね、これ簡単にできる。ちょうど1杯分でね、うん、ストローもついてていいよね。めっちゃいい。うん、よかった。翔ちゃんね、タピオカ飲みたいって言ってたからちょうどよかったね。めっちゃ飲みたい。冷凍庫にたまたま買ったの忘れて入ってたね。今日今気づいたんだよね。そう、あるじゃんこれって言って。じゃあママももう一個あるんで、ママも飲みたいと思います。うん、っていうかママご飯も作るんで、うん、はい、いただきます。いただきます。今日はね、餃子です。はい、と卵スープ。うん、ね、かけすぎるから、いちゃんかけて。今日サラちょっとね、お昼に卵食べちゃってから卵取りすぎたね今日ね。ね、まあいいよ、しょうがない、しょうがない。餃子はね、まだね、あります。おかわりできます。少々は少々。え？少々。センキュー、少々は。何少々？醤油のこと。あ、醤油ここにある。何少々って。何少々。でものこれ？うん。タラダダン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 。タラダダンダンダタタタタン。何の歌だと思う、しーちゃん。何の歌？しーちゃんのは絶対わかる。もう一回言って。タダダダンタダンタンタンタダダダンタンタタタタタン。正解言う？うん、天気の子。おー、もう一回言って。うん、夢に僕だけをやって。まだテンテンテンのやつ歌って。うん、テテテンテンテンで歌って。テテテテンテテテンテンテン
ちょっと違くない？何？何？さっきと違くない？さっき？タタタンタンタタンタンタンタタタタンタンタタタタタン。なるほどね。ビフォア。ビフォアって言うけどさ、お店あってんの。はい、じゃあゆっくり食べますよ。はい。じめっちゃまだ髪の毛乾かし終わったばかりかな。乾いたの？ちゃんと。あ、まだこの辺濡れてるけどいいよ。はい、もうね、夏休みも終わるし、うん、明日最後です、はい、で、なんと明日は何ですか？明日はね、私のダンスの発表会です。そうなんです。なのでね、今日はいっぱい寝て、うん、夜更かししないで寝て、うん、元気に頑張りましょう。はい、初めての発表会だね、うん、ママもドキドキしてきた。ほんと？ゆーちゃん大丈夫か？初めてまともに見たことないね。なんか練習風景とかはさ、うん、あんま見ないからさ、うん、ね、はい、じゃあ寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、今日はダンスの発表会です。イエイイエイイエイイ。ドキドキ、ドキドキですか？ドキドキです。めっちゃ緊張します。めっちゃドキドキするじゃん。ドキドキするね。これダンス踊ってる時絶対こうなるよね。こうなるよ。あ、いいよ。私これがないと安心しないんですよ。何の話？なんか1本とか2本にすると、ここに髪がなくなるじゃん、下ろしてるとあるじゃん、うん、だからね、安心しないの、うん、横に髪があると安心する。ドキドキです ね、 ね、緊張する。こんなちっちゃいんだね、うん、線がないの？線がないの？うん、うん、楽しみにしといてください。うん、多分間違えますから。ダメだよ、間違わないでください。真面目にちゃんと間違えないように頑張ってください。はーい、ね、はぁ、あ、なんかもう今日で夏休み最後だっていうの、なんか休まらないね、やっぱね、うん、最後の最後に発表会というね。やだ、なんかやだ。なんていう日程でしょうね。まあ今日はね、お友達とかジージとバーバとかも来てくれるみたいなので。そっか、緊張って間違えちゃうじゃん。そうそうね、なので頑張ってください。はい、はい、ドキ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 だな。でも3分なんだよね。あっという間に終わります。大したもんじゃないんですけど。でもほんとね、ほんと初心者の人たち4人が集まってのダンスなので、まあ、3分という短さだし、トップバッターだし、衣装もね普通だし、本当にもうなんかとりあえず出てみようかなっていう感じの発表、まあ、しほちゃんたちは発表会なので、
そんなにもうなんかこう盛大なものではないんだけどね。そう、まあ、とりあえずそのダンスを始めて初めての一応こう形的には発表会という形なので、ね、それはそれでいい経験になるんじゃないでしょうか。一応緊張してるそうなのでドキドキだね。なんでさ、友達とかさ、政治バーを呼んじゃったの。緊張するんじゃん、やだ、ね、でも来てくれるの すごい嬉しいことじゃん。嬉しいこと。恥ずかしいけど、でもわざわざさ、しほちゃんのために時間を割いて来てくれるっていうのは嬉しいことだよ。ね、感謝しなくちゃ。ありがとうございます。期待に添えるように頑張ってくださいね。頑張りません。はい頑張ります。はい、バイバイ。ちゃんの写してまーす日記ご機嫌ですね、リミさん、ね、お姉さんのしおり写してご機嫌ですね1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ねえ、タピオカランド車行ってからさ、うん、もう20日しかなかったんだ。タピオカランドがちょうど半分だったの。あ、そうなんだ。その前だったっけ、タピオカ行ったの。忘れちゃったの。違う、41日お休み。44じゃなかった、前数えた時。え、44なの。じゃあ違う。じゃあ半分違うね。どうどうバツ。なんでバツなの。バツバツ。バツじゃないの。バツだよこれ。バツ。バツやだ。おーおかあかなおいきなきか。なんだろうな。ねえ、これ1問やってないよ。は5番はじゃないよ。はじゃない。ママ今丸つけしてるの。これ1問やってないから後でやんな。1だよ。違う。違うでしょ。いいから後でまとめて。やる。なんだ、答え見てやる。ダメダメダメ。ほら、間違ってるのまだいっぱいあるから後で。これやります。はい、待ってください。感謝中。もうちょっといいやり方ないの？ということで今日はね、焼き肉。
肉。なんでこれ映すの？今こうやってやってたから怖くなってた。この音が、音がすごいんだよね、ここの。熱そう。うん。なので次はもう無理だ。今日はお肉を食べましょう。ジャンボ。ジャンボ。何もメニューみたいな。もうパパとママで頼んじゃいました。美味しそうなやつを。これはいい。じゃあ焼いて食べよう。でも、今日9月1日で、くれるの？